はい、今日の、今日のお昼ご飯は？マグロ食べたい。ねえ、気持ち悪い。前も変わらん。いくら7いっぱいあるで。こっちにもマグロあるからね。7マグロ食べる、こっちの。なんでそっちなん？でも変わらん。炙りはパパとパパね。はい、醤油。俺はあれや。はい、醤油入れて。キーンと言ってよ。ワンピースで当てたやつや。私は。ルフィ。これ何人前あるん？僕にも分からん。でも、コイに入れるより安かったやろ。うん、まずこれいただきます。うまいぞ。食べに出るより安かったはず。まあ食うけどね。こらこらこら、キャスが狙っとる。キャーちゃん、色仕上がったな。うまいべ。うまいべべ。うまいべ。いや、さなちゃんがいっぱい。うまいべ。うん。もう。なんでもう言う。ああ落ちる、危ない。そんな取り合いせんでもなくならへんから。ここにもマグロあるから。炙りサーモンあるで。いや、炙り全部こっち。炙りサーモンちゃうわ。何やった？これ、これ炙りやん。え、炙りサーモンちゃう？そう。炙ってないこれ。うん。あ、皮。うん、うまいな。うまい。うめえわ。うまし。うん。わさびがいい感じですね。うん。うまいわ。いや、言うて現役高校生にも勝てん。マグロ。うん。いるか。いくら食べんところ初めて見てんけどな。パパもこっち来て、炙り食べたらいいのに。いつも何とっとるのに。炙りサーモン人気ですね。あ、パパ炙りサーモン1個も食べてないんだよな。6巻あったはずやけど。炙りサーモン6巻あったはずやけど。6巻。パパもこっち来て炙り食べんでいいの？食べたらいいから、好きなだけ。はい。うん、いくらうまし。ごちそうさまでした。うめえ。何個食べた？5つぐらい。うめえわ。お腹いっぱいだもん。うめえ。抱っこしてなかったから、そんなに寄ってくる。一回ママと入れ替わりたいわ。ママと入れ替わって太らせて赤ちゃん産ましてあげたいわ。どういうこと？太らな赤ちゃん産まれへんね。だって赤ちゃんが今ママにおるとしたらこれぐらいだよ。ご飯食べんな、大きくならん。
そうなの、うん、どういう理論やねん。こんなぐらいやで、ね、何の勝負じゃん。こんなぐらい。何の勝負じゃん。こんなぐらい。うめぇ。やばっ。ママ、2個、パパが一口で食べた2個。さすが。さすがパパの口。あ、1個やったで。ん？ 1 個やったで。ご飯がつながってるだけです。うん、あれで1個で2個で1個やんな。じゃあこれ 0.5 個、うん、実はダイソーでもお菓子買ってあげたんやけどな。何お菓子？よしよし。みんなお外行ってバカにお水取ってみて。もう飲んじゃった。一応多いな。ちょっと空いてるからは。やっぱ眠たくなってきた。最後わさびの近くにあったやつでわさびがついてて辛かった。やって。じゃあ最後この残った分をね、パパが食べるところをトークとご覧ください。水、はい、これお腹いっぱい、うん、おやつ食べるお腹残したな、うん、あていうかまたアプリなくなった。さ、お箸がさ残り5本あるってことはさ、これ何人前やったの？10人前ぐらいじゃん。うん、何よー、お腹いっぱいそうやな。てかなんか美味しくなさそう。もうなんか違うな。あ、蓋捨てちゃったからお皿に移って。ほっとくの？え、もったいない。もったいない、もったいない。夜誰かが食べたらいい。ママ食べるかも。綺麗なお箸で。うん、サイズ違うかった。ありがとう。そしてお茶。